構前ですけど、はい、海岸の方にありますが、ここ海水浴場なんですよ。去年はここオープンすることができませんでした。で今年はオープンすることになります。あ、いよいよね、はい。ここがなかなか住んでいない、大変、皆様に対して、申し訳ない、思いであります。まあ、だんだんそういう中においても希望の、まあ、光が差し始め、そして希望の芽が出てきたということだと思います。官邸で我々が食べている昼ご飯全部含めてのお米ですね。砂漠じゃないですか。特に風景がないのが心配だなという部分もありまして、道徳の田んぼを自分たちで守るということで、まあ、地域の皆さんがいろんな努力をしています。地域の、まあ、ブランド野菜への取り組みといったものをですね、調整紙を使ってですね、モデルケースとして信用していきたい。希望の芽が力強く枝葉を散らしていく、そして大きな大木になっていくように全力を尽くしていきたいと思います。